ギャラクシーはプログラミングやシステムアドミニストレータ分野が未経験の研究者を対象とした計算生物学の理解に役立つデジタルアーカイブプラットフォームである。当初はゲノミクス研究のために開発されたが、現在は主にバイオインフォマティックスワークフロー管理システムとして使用されている。科学的なワークフローシステムであり、レシピのように 多段階計算解析を構築するため、通常操作するデータ、実行する手順、グラフィカルユーザーインターフェースなどを表示する。生物学データのためのデータ統合プラットフォームであり、UCS スクゲノムブラウザー、バイオマート、インターマインなどのオンラインリソースから直接、利用コンピュータからのデータアップロードを URL でサポートしている。幅広く使用されている様々な生物学的、 データフォーマットとそのフォーマット間の変換に対応し、多くのテキスト操作ユーティリティにウェブインターフェースを提供しており、研究者はプログラミングを行うことなく、独自の再フォーマットや操作を行える。多くの生物学的ファイルフォーマットは、ゲノム感覚データを含み、これらのデータを統合できる。生物学的データ分析、特にゲノミクス用途で開発され、 利用可能なツールセットは長年にわたって大幅に拡張された。生命科学分野での遺伝子発現、配列アセンブリング、プロテオーム解析、トランスクリプトームや他の分野でも活用されている。プラットフォーム自体は理論上あらゆる科学分野に適用することができ、実際に画像解析、計算科学、薬物設計、宇宙論、気候モデリング、社会科学、 言語学のためのサーバーが存在する。複雑なワークフロー構築を単純なユーザーインターフェースで実現している。これにより典型的な解析を比較的簡単に作成できるが、ループ構造などの複雑なワークフローの作成は難しい。科学的結果が公表されるとき、出版物は他の人が実験を繰り返して同じ結果を得るのに、 十分な情報を含むべきであり、実験分野から計算過程分野にまで拡大するための多くの努力がなされてきたが、当初の期待より困難であることが判明した。ギャラクシーでは、計算分析であらゆる段階についての十分な情報を取得することで再現性をサポートしているため、分析を正確に繰り返せる。そのためには、すべての初期条件、過程、 および最終データセットのほか、提供されるパラメータ、および分析の各段階の順序の追跡が求められる。研究者が、ギャラクシーオブジェクツのいずれかを公開したり、特定の個人と共有することで、科学研究の透明性をサポートしている。共有内容は詳細に調査し、自由に再実行し、仮説検証のためにコピーして修正できる。Python で実装された。 オープンソースソフトウェアであり、ペンシルバニア州立大学、ジョンズホップキンス大学、オレゴン健康科学大学、ギャラクシー開発チームによって開発された。拡張性があり、新しいコマンドラインツールを、ギャラクシーツールシェド内で統合して共有できる。拡張例としては、質量分析法ベースのプロテオミクスのためのデータ。 解析プラットフォームとしてカスタマイズされた、ユニバーシティ・オブ・ミネソタ・スパ r コンピューティング・インスティチュートのギャラクシー P がある。オープンソースプロジェクトであり、コミュニティには利用者、開発者、ツール開発者が含まれる。メイリングリスト、コミュニティハブ、年次会議がある。ありがとうございます。